私はサナンダです。私は皆さんと共にいるためにここに来ました。この瞬間、私たちは皆さんと共に新しい時代の波を感じています。この変革の大きな時期に、私は皆さんのそばにしっかりと立っています。すべてのもの、出来事、思いが皆さんの周囲と内部で絶え間なく進化し、動いています。この変化のプロセスを恐れることなく、皆さんの心に受け入れてください。すべては意図された目的のために起こっています。そして、私たちが現在体験している第三次元の存在から、第四次元やそれを超える高次の次元への移行は、この先も継続していくことでしょう。この変革の速度や勢いは、急激に加速しています。現在の状況は流動的で、地球には明るい光が満ちており、それに伴い振動の周波数が上昇しています。これは高次の意識への投票であり、多くの人々が真実の知識と昔の記憶を取り戻しています。実際、今、多くの人々が長い眠りから覚醒の瞬間を迎えています。いくつかの瞬間には、外見上、大きな変化が感じられないかもしれません。それは、変わらぬ日常のように見えることもあるでしょう。しかしながら、私は皆さんに確かに伝えたい。そのように感じられる今も、実際には変わらぬ日常ではありません。皆さんが目の当たりにしている状況は、暗黒の力を持つ者たちの古い策略の繰り返しです。それが似たような感じに思えるのは、彼らが同じ策略を繰り返しているからです。この策略や戦術は、光の軍団、そしてその軍団の一部である皆さんにも十分に認識されています。皆さんは、宇宙の大きな組織、アライアンスのメンバーとしての役割を担っています。もしかしたら、その事実にまだ気づいていないかもしれません。しかし、皆さんは間違いなく、覚醒者としての使命を持っています。異なる星系や多種多様な惑星から、地球上のこの特別な時期、そして変革のプロセスに関与するために集結した存在たちです。そして現在、私たちの歩む道すべてが、この壮大な変革の中心に位置しています。今、目の当たりにしている景色や状況からは、この壮大な変革が初めは小さな進歩として動き出し、そして時間が経つにつれて、その動きが徐々に大きな勢いを持って、展開されていくように感じられるかもしれません。実際、私たちはその段階をすでに経験しており、これから目の前に広がる大きな変動が待ち構えています。皆さんに求められているのは、周囲の出来事や現象をしっかりと認識し、その中に自分自身を没頭させることなく、距離を保ちつつ、第三次元の世界とのつながりを適切に保つことです。その様子は、私たちが遥かなる宇宙の戦場から、この地球を静かに観察しているようなものです。私たちが目にしているすべての事象や出来事に対して、私たちは高い視点から静かにその成り行きを見守りつつ、可能な範囲でのサポートや援助を惜しまず行っています。実際に、私たちが提供するサポートは日々増加しており、これには宇宙船の存在を、多くの人々に示すような行動も含まれています。これらの努力は、私たちの存在や真意に気づき、それを受け入れる準備ができている人々に向けられています。皆さん、私の兄弟や姉妹、そして大切な友人たちへ、今、この瞬間が皆さんにとって大切な時期であることを、心から伝えたいと思います。私たちの前に広がる変化を積極的に受け入れ、そのプロセスや流れを深く信じることが求められています。この流れは、皆さん一人一人、そして私たち全体としての消化や、進化のプロセスの一部です。現在進行中の事象や変動、すべては皆さんの個人的な成長や、集団としての消化への道を築いています。
私たちが今皆さんに望むことは、心からそのプロセスを信じ、すべての流れを受け入れて前に進むことです。マラソンに例えると、皆さんがそのフィニッシュラインに近づいていることを感じ取ることができるでしょう。一人一人がマラソンランナーのように一歩一歩と前進し、数多くのマイルを駆け抜けて、やがてそのゴールとなるフィニッシュラインに到達するのです。マラソンの最終ステージに差し掛かると、ランナーたちの反応は様々です。一部の人々はその最後の瞬間に追加のエネルギーを感じ、フィニッシュラインに向かって一気にスパートをかけます。一方、別の一部の人々は途中での疲労を感じながらも、最後の力を振り絞ってフィニッシュラインを目指しています。さらに何人かはそのペースを落として歩きながらでもゴールを目指し続けます。しかし、中にはそのゴールへの進行をやめてしまう人々もいます。彼らは途中での困難や挑戦によってフィニッシュラインを目指すエネルギーを完全に失ってしまったのです。そんな彼らを助けサポートするのは、先にゴールを迎えた人々の役割とも言えます。彼らがフィニッシュラインを越えた後に後ろを振り返り、援助を必要とする人々の手を取り、共にゴールを目指すことが求められているのです。彼らが必要としているのは、続ける勇気やエネルギー、そして真実を理解する力です。私はサナンダです。そして今、私は皆さんにメッセージを送ります。フィニッシュラインへの旅を続けること、その途中での挑戦や困難を乗り越えること、そして皆さん自身がかつて定めた目的や使命に沿ってその旅を進めることを信じてください。私は今、平和と愛とワンネスの中であなた方を後にします。しかし、私がいつもあなた方と共にいることを知ってください。私はキリスト意識として存在しています。そしてそのキリスト意識は、あなたがそれを示すことを許可するなら、あなた方全員の内側に存在するものです。